土佐電気鉄道線系電車は土佐電交通に在籍する路面電車車両。2014年10月1日付で土佐電気鉄道が高知県交通土佐電ドリームサービスと経営統合し、新会社土佐電交通による運営に移行したのに、伴い土佐電気鉄道から土佐電交通に承継された。線系線2号。側面の車掌がない。 土佐電気鉄道の経営状況が改善し、利用客の増加に伴う車両不足のために登場した土佐電気鉄道発の新生冷房車である。1981年に2両がアルナ後期で製造され、同年12月2日に公式試運転、12月6日より営業運転を開始した車体は全面非貫通型12メートル級に扉の普通構成となっており、 全面窓には一枚窓を採用し、全面窓上に行き先方向膜を、上両側に全照灯を、下両側に微灯、標識灯を、左右両側にワンマン運転用のサイドミラーを装備している。車体地色は白で塗装され、前面及び側装下、側窓上が青で塗装されており、前面から側装下にかけて赤の細体が巻かれている。 登場時から10年ほどはさらに全面窓周りが茶色の塗装であったが、1990年代には2両とも全面広告電車となり、2000年代に入り1 2 0 0 1の順に契約を解除され、登場時の塗装に戻されたがその後の塗り分けは簡略化され、全面窓周りの茶色はなくなった。飛ぶ窓は当初、 はめ込み式1枚窓であったが、後に上下分割のエッジゴム式2枚窓に改造されたほか、登場時は2両とも側面に、土佐電気鉄道の車掌が取り付けられていたが、1 2には、全面広告電車になった際に撤去され、1 1は、現在でも残っている。方向膜が在来車より大型化されたことにより、1型から、土佐電鉄のシンボルである大型の全面方向板の、 形質が廃止された。車内では赤系統でロングシートとクロスシートを組み合わせたセミクロスシートを装備し、運転台左後部に運賃箱を、側扉付近に乗車整理券発行機を設置している。制御方式は抵抗制御であり、主要機器類は主電動機として HS313BR を2機、主制御機は 西日本鉄道331型から流用した直接制御の KR-8 駆動装置は吊り掛け駆動方式を採用。台車は同じく西日本鉄道331型から流用したキロリットル11バイトを履いている。終電装置についても同じく西日本鉄道331型から流用した Z 型パンタグラフを設置している。 土佐電気鉄道の車両では初めて自動両替機付け運賃箱を設置して登場した。その後一度撤去され、他竹式と同じ電動式運賃箱、手動式両替機に取り替えられたが、2000系の登場後に300系、7型、外国電車を除く旅客車全車の運賃箱が自動両替機付けのものに交換された際に再度設置された。当初は、 あと3両程度の増備が予定されていたが、200型や600型など在来車の冷房改造で賄われることになり、統計式の増備は2両で打ち切られた。2014年10月現在、井野線、張りや橋鏡川橋間、五面線、張りや橋五面長間、三橋線高知駅前三橋通り五丁目間で運用されている。ありがとうございます。